いよいよ今日が、この前キャンペーンやった振り込み最終日、今日で終わりですね。すでにですね、ご入金いただいて、入金しましたというメールいただいてる方何名かいらっしゃるんですけど、ちょっとね、すいません。土日、今日、祝日で、振り替え休日かな、今日休みで、銀行が休みで確認が取れてない部分がありますけど、もう入金しましたというご連絡いただいた方にはですね、明日確認してメールお送りしますので、今しばらくお待ちください。はい、ということで今回ね、ちょっとすごい動画を見つけまして、すごい動画というかね、奥ビジネスです。奥のビジネスの話をしていこうかなと思うんですけど。いや、これね、考えた人マジすげえなと思うんですけど、僕の塾生さんで、あやさんっていうね、沖縄に住んでる塾生さんがいらっしゃいまして、まあ、たまにシェアしていただくんですよ、いろいろと。で、昨日シェアしてもらったのが、吉田さん、これすごいですよ、と。で、見たんですよ。で、一応この YouTube の下にリンクシェアしておきます。で、今ね、500万回ぐらい回ってます。500万。これね、多分裏にね、プロデューサーいるんじゃないかなと僕は思うんですけどね。裏にプロデューサーがいるんじゃないかなとは思うんですけど、もしこの子が一人でこの企画、見せ方、を考えてやってるんだったらマジすごいですね。マーケッターですね。いや、これね、確かに今までなかったなって、YouTube っていろんな動画あるじゃないですか。で、あ、この見せ方切り口なかったぞ、みたいな。めちゃくちゃうまいな、みたいな。めちゃくちゃうまいぞっていう。いや、これね、すいません。男性の方はちょっと難しいし、まあ女性の方もやれるし、うん、まあね。まあまあちょっと話してみますけど、まあ動画見てもらえばわかると思うんですけど、その搾乳機っていうのがあるんですね。あるらしいんですよ。僕も知らなかったんですけど、搾乳機っていう。で、搾乳機って、その乳を絞るっていうやつですね。だから、多分その子供に飲ませる乳を、その絞る機械みたいな、搾乳機みたいなのが売られてるらしいんですよ。で、それで搾乳機入門っていう動画なんですけど、で、搾乳機入門の講座みたいな見せ方なんですよ。だから普通に一般に売られてるし、しかも子供に必要というかね、子供さん向けのあるじゃないですか、なんですよ。で、その搾乳機入門なんですね。入門講座なんですよ。で、このなんだろうな。しかも、でもな、あれすごいですね。で、まずコスチュームが、まあ、結構可愛いんですよ。可愛いし、若いし、しかも、学生服みたいなの着て、もう絶対狙ってるだろうと。100% 狙ってるだろうっていうのはわかるんだけど、でもすごいなっていう。で、まあ、洋服はまあ、学生服みたいな服で、セーラー服というかまあ、服で、で、それで搾乳機入門ということで、その機械を実際におっぱいにこうやってレクチャーするっていう動画なんですよ。でもおっぱい見えるんですよ。それは見せないと無理ですよね。できないんですよね。でね、これね、YouTube の、これも昔僕も結構お客さんに言われたのが、その裸でね、上半身裸で動画撮ってると、吉田さんそのペナルティ食らいますよみたいな。結構いただくことがあって、昔、江頭さんも、江頭2時50分さんも、一番最初の方も、3年か4年前 YouTube 始めた時に、ここにガムテープ貼ってたんですよね。ガムテープ貼ってたんですよ。そう。で、今と昔って、結構多分違うんですよ。なぜならば、今なんか筋トレブームの部分もあって、今というか結構前から筋トレのブームもあって、上半身裸で普通に筋トレしてる人とかもいるじゃないですか。普通に乳首見えてるんですよ。あとは、プロタンさんとかね、ボディービルダー目指すとか、ボディービルダーも全部、その、乳首見えるわけですよ。ね。で、乳首がダメだったら、ボディービルダーの映像ダメだし、筋トレの中山筋肉の動画ダメだし。だから、多分ね、YouTube の AI もだいぶ進化したんじゃないかなと思うんですよ。だから、これがアダルト向けなのか、その、筋トレ動画なのか、ボディービル動画なのかっていうね。ただ上半身、乳首が出てるともアダルト。ではなくなったって話ですね。じゃあこの搾乳機の乳首はアダルトなのかっていうこのあれですよね。搾乳機入門の乳首の
映像にか画像に関してはアダルトなのかアダルトじゃないのか、これはね今のところ消えてないのでアダルトじゃないという判断があるんじゃないかなと。まあ消えたらね、消えたらアダルトっていう判断になるかもしれないですけど、一応タイトルコンセプトも入門講座って言ってるのでね、うん、見せ方がうまいなと思いましたねマジで。で正直やっぱまあご存知の通りね、やっぱアダルトはね強いですよ、アダルトがめちゃくちゃ強いんですよ。だけどそのなんかあのギリギリラインってあるじゃないですか、でそのギリギリラインってやっぱすごいなっていう。だからあの僕が思ったのが、そう搾乳機入門講座っていう講座で、まあネットで稼ぐ方法って広告か通販しかこれしかないんですよ大体。広告アフリエイトですよね。まあ YouTube だったらまあ広告アフリエイトみたいな、あの、YouTuber もアフリエイトでね、広告でアドセンスですよね。アドセンス広告、動画広告でまあ報酬もコミッションもらってみたいな話だったりとか、まああとブログアフリエイトとかね、TikTok アフリエイトとか、インスタアフリエイトとかね、まあいろいろあるわけですけど、まあ何かを紹介して。で報酬を得るとか、広告を見てもらってまあ報酬を得るとか、あとはまあ僕がやってるようなあの商品をこう売っていくって感じですよね。だからまあ広告か通販しかないんですけども、あみんななんかそのなんだ最初はアフリエイトはいいよみたいな話するじゃないですか。でもアフリエイトの場合ってやっぱアクセスが集まらないでしょみんな。アフリエイトで例えばクリック型のアフリエイトだったりとか、まあ YouTube のアフリエイトとかに関しても、じゃあ100万回回せるのか回せないのか、これで全然違うんですよね。例えば10回しか回せません、再生数10です、100万再生あります、どう考えても稼げる金額って変わってきますよね。どうですか、変わってきません、変わってきますよね。だから結局その今チャンネル登録が、まあ前柴田さんが言ってたんですけど、柴田さんがチャンネル登録100万人ですよ。これどっかの動画で柴田さんが言ってたんですけど、チャンネル登録100万人いてるんですよ。だけど柴田さんの再生数がだいぶ落ちちゃったんですよ。でどっかの動画で言ってたのが、あの今30万円ぐらいしかないと。でこれ YouTube を始めて初期の報酬みたいな、どうですか、チャンネル登録100万人いてるけども30万なんですよ。でそれってなんでかって言うと再生数が少なくなったからですね。再生数が、だから結局再生数がないと YouTube で稼ぐんだと、再生数がないと稼げないんですよ。100万人いても30万なんですよね。で今回500万回回しますからね、もっと多分伸びると思います、もっと伸びる多分。まあそのバンされなきゃね、うん、あこれやっぱねギリギリラインってすごいなと思うんですよね。だからコンセプトだったりとか、そのどう見せるかっていう話ですよね。だから僕が思ったのが搾乳機入門っていう講座なんですけど、まあ乳首からそのなんだあの母乳を搾取するみたいな話じゃないですか。だからさエロジジイからあのお金を搾取、時間を搾取してお金を搾取するみたいな。まあ、絶対その500万再生の再生数って、その搾乳機入門を、その、どうやって使うんだろうっていう見てるユーザー層じゃなくて、絶対エロジジイなんですよ。ほぼ。ほぼエロジジイ。で、そのエロジジイからの動画、あの、時間を搾取して、広告収入で稼ぐみたいな。だからあれプロデュースした人マジすげえなと思いますね。うん。一回見てみてください。で、おっぱいも普通に出てますよ。今日、だから男だったら絶対興味あるんで。絶対これね、あの、搾乳機とかどうでもよくて、男だったら絶対見たいです、多分。じゃあ、もろ出てるしね、普通に。おっぱいが。だから、これどういうラインで行くかっていうことですよね。あ非常に。だから、なんだろうな。まあ、昔ね、僕3000人セミナー、5000人セミナーか。東京の方で、5000人セミナーか3000人セミナーっていうのやられたんですよ。で、この七星さんっていう人がいてるんですけど、エキスパの作った人ですね。七星さん。で、七星さんが言ってたのが、ギリギリが稼げるよ、みたいな。なんだろうな。高速道路とかもね、高速道路とかも、まあ、法定速度が80キロだとするじゃないですか。じゃあ、法定速度が80キロです。でもみんな80キロで走ってるかっていうと、90とかね、85とか、
まあ、区間によっては100出してるとこもあるだろうし、まあ、その、道のりでね。だけど、120出すと捕まるだろうし、だからその、法定速度は80なんだけど、この85とか、90とか、このライン、この微妙なライン出せるか出せないかって大事だよねっていうとこ言ってて、まあ確かになって。まあ守ることも大事ですよ。法定速度を守るってことも大事かもしれないですけど、どうですか？高速道路乗った人だったらわかると思いますけど、ずーっと法定速度を守ってなくないですか？すいません。まあ90ぐらい出すじゃないですか。100とか。で、あんまり出しすぎると、で捕まりますけど、だからここのラインって大事だと思うんですよね。このギリギリ、ギリギリってか、この微妙なライン。これはね、考え方としては非常に大事だなと思います。でもこれ、話してもあんま参考にならないですね。使えないからね。だから僕ね、だから思ったのが、マジで女だったら俺何でもできんなと思ってて。いや、女性がなんか羨ましいなっていうのはちょっと感じますよね。まあそれをね、その、やるかやらないかはその人次第ですけど、僕だったら別に全然やれますんで。今の考え方だってやれるので、割り切れるんで、別に。割り切れますから。なんかそれがもう仕事とにしてやるみたいな感じですよね。だから僕だったら全然やれるんで、僕が女性だったら多分いろいろできるなっていうのはすごく感じますね。でもこれね、マインドがないと多分できないし、まあその、表に出てるその女性の方が、多分まあ、裏でフィクサーみたいにいると思うんですけど、なんか僕も、なんかその、そっち系ではないですけど、例えば裸の動画ももちろんあるしね、僕ね。で、あといろんなバカみたいな動画もアップロードできるのが、やっぱその、演出っていうところもあるんで、全然。自分をプロデュースしてるみたいな話なんですよ。で、本当の僕じゃないんですよ。この YouTube 上に出てる僕って本当の僕じゃないんですよ。自分で作ってるんですよ。プロデュースしてるんですよ。でも多分、これわかんない人からすると、動画で出てる僕が僕だと思ってると思うんですけど、全然違いますからね。演じてますからね。これちょっと残念な話かもしれないですけど、演じてますから。たまーみたいな。これ全部演じてますからね。役者ですから。すいません。だその役が気に食わないんだったら、映画見ないでくださいっていう。映画も全部役じゃないですか。だからこれも、例えばね、これ考えればわかると思うんですけど、自分とは全然性格が違う役を演じるなんか全然あるじゃないですか、役者の人なんか。じゃあ、その役は自分と違うんで演じません、演じられませんって言ってたら仕事ないですよ。仕事ない。自分の素じゃない、その役を演じきれるかが、あれじゃないですか。だから、プロってもうその役にもうどっぷりもうハマるというか、もう、それみたいな。だから結構プロの役者の人とかは、その、なんだ、もうその役に入るために、なんか、まあ、その役柄が、その、全裸監督か、全裸監督で山田さんだったかな。ちょっと太るためにめっちゃ食うとかね。その、痩せるとかもあるじゃないですか。で、そういうのもやるし、あとはその役、江戸時代とかのやつだったら、その、それに入れるように、そういう私生活からそれを気をつけるみたいな。で、それがプロじゃないですか。その役を演じきるっていう。それが恥ずかしいとか、なんか、ダサいとか、嫌だとか、どうすか？ないでしょ。プロはもう全部演じきるんですよ。どんな役でもね。だからなんかそういうのを僕はその考え方として取り入れてるので、その搾乳機入門に関しても、そういう演出だったりとか、そういう役者っていうかね、そういうくくりっていうマインドでやればできるんですよ。だけどそれが自分が恥ずかしいとかね、自分がどうのこうのとかね。いやと。いや、仕事としてそれ役だよっていう話で。だから昔ね、僕ね、AKB48 さんで、なんか、全盛期ですよ。すごい全盛期の時に、なんか、ナイナイだったかな？ナイナイで、その、全身タイツみたいなのね、AKB48 出てきて、マジでみたいな。あとなんか、コントもやってたんですよ。で、あんだけのアイドルの子がこんなこともやるんだっていうのは、それはもうかなり10何年前の話ですけど、見た時にちょっとやっぱプロを感じましたよね。だって
アイドルっていう演出をしてて、そのアイドルっていうのをやってるんだけど、そのなんかアイドルがこんな、なんか、まあまあ、そのコントみたいなのやってるわけですよ。何でもやるな、みたいな。すごいな、みたいな。だあれはね、すごい僕はね、ちょっと感動しましたね。アイドルがここまでやるかっていうね。だからここまでやるかっていうところにやっぱ価値があるんだろうけれども。そう、あとね、有吉さんとかも僕好きな話があって、有吉さんね。今、多分年収、多分5億、10億ぐらいじゃないですか。司会業やってね。有吉の壁みたいなね。なんかいろんなもう、レギュラー番組有吉さんめっちゃ持ってますじゃないですか。で、昔、まあ僕と同じ世代だったら知ってると思うんですけど、あの、猿岩石っていう番組、あ、じゃあさ、電波少年っていうね、めちゃめちゃ伝説の番組があったんですよ。で、その電波少年っていう企画で、ヒッチハイクで旅するっていう企画があって、で、その企画もすごい面白かったんですけど、あ、ナスビもありましたね。懸賞金ナスビ。まあいいや。その、あの、ヒッチハイクでね、旅するっていう。で、そこで、全く売れてない芸人さん、猿岩石っていう芸人がそこの企画に参加して、で、バズってくるんですよ。どんどん。で、すごいんですよ。最後、ゴールデンとかで、その、猿岩石の、あの、ゴールですみたいなね。ゴールデン、もう、深夜帯なんですよね。電波少年って深夜帯の放送なんですけど、ゴールデンで、それをやったりとか、あとは、その猿岩石の白い雲のように、これ多分ミリオン言ったと思うんですけど、その後、歌も何個か出したんですよ。で、これもめちゃめちゃ売れて、で、本もトータル300万部ぐらい売れたりとか、だからその、CD もミリオンでしょ？本もミリオンでしょみたいな。もうすごい爆連したんですよ。猿岩石が。で、めちゃめちゃまあ稼いだわけですよね。めちゃめちゃ稼いでて。で、その時に有吉さんが言ってたのが、やっぱ天狗になってたっていうね。天狗になって、天狗になってから仕事がどんどん減ってって、でもプライド、天狗だったから、仕事をみんな、まあその仕事はできません。その仕事はできませんって断り続けてって、で、仕事は減ってるんだけど、プライドが高いから、仕事が来ても断るみたいな。その仕事はできない。で、どんどん仕事がなくなって、もうオワコになってたんですよ。で、でも、もう最下層みたいな。もう、誰も知らないみたいになってって、猿岩石。誰も知らない。有吉誰も知らないみたいになっちゃって、もう、ブオーいって、ブオーみたいな。ブオーみたいな感じなんですよ。で、その時にね、有吉さんがやったことっていうのは、マインドセットなんですよ。マインド。これ、マインドを変えたんですよ。どういうマインドを変えたかっていうと、よし。なんかね、こう、金スマかなんかでやってたような気がするんだけど、その時に有吉さんがマインドを変えて、よし、何でもやろうって。何でもやる。とにかく、だから、最初体張ったやつすげえやってたんですよ。もう何でもやるみたいな。とにかく何でもやる。仕事もらえるのに感謝で、昔は感謝とかじゃなくて、もう、プライドが高いからね、やらねえみたいな話だったんだけど、もう何でもやると。もらえる仕事全部やりますみたいな。で、その全部やっていく中で、まあそういう考え方にシフトして全部やっていったんですよ。体張るやつとか。で、その仕事の中でやっていく、仕事の中で毒舌トークみたいなの生まれていって、で、ブランディング、キャラクターが確立されて面白いってなっていって、今の司会業になってるわけですよ。で、その時にもし有吉さんがマインドを変えずにね、いや、俺は猿岩石で売れたやつだから、って言って仕事をやってなかった。今の有吉さんないんですよ。で、その時に考え方が変えられたから、いろんな仕事を受けられて、今の有吉さんがあるんですね。もう考え方ですから。だいぶちょっと、搾乳からいい話になってきたんじゃないかな。まあ、搾乳はね、ちょっとね、再現性がないですからね、あんまり。でも、考え方なんですよ、本当に。考え方が超大事で。だからやっぱね、自分をやっぱプロデュースするっていうのは大事ですね。考え方ですよ。だからもう一人の自分、もう二人の自分みたいな話で、だからそれは僕仕事としてやってるんだよね。だからそのどうももね、なんか僕も動画撮りまくってる中で生まれたもので、たまーみたいなのも、動画いっぱい撮ってる中で生まれたもので、でそのなおかつそのどうもがなんか知らんけど生まれて、仕事この動画撮りながら生まれて。で、そのお客さんからどうもいいですよっていうフィードバックもらって、あ、いいのかっていう風になって、で、今年に関しても、吉谷さん、どうもでね、すごく元気づけられてますみたいなフィードバック今年ももらったりとかして、で、まあ、どうも T シャツも作っちゃいましたけど。だから別にその狙ってないですよね。やりながら模索しながら生まれたもんなんで。で、今なんか意識的にどうも言った方がいいなってことで、たまーって言ってるんですけど。
まあ、ドーム T シャツも作りましたけど。だもう、その、セリフですよね。もう、セリフとして言ってるみたいな話です。なんか、なんかね、結構ネットビジネスやる人って、自分がとか、なんですかね。なんかその、自分なんですよね。自分ができるできないとか、自分が嫌だとか嫌じゃないとか、なんだろうな。自分なんですよね。フォーカスしてるところが。いやいや、ビジネスやるんだったら、そこにフォーカスしないと。うん。まあ、なんだろうな。映画の役者をやるんだったら、自分じゃなくて役者にフォーカスしないといけないわけじゃないですか。自分の性格とか、自分がどうのこうのじゃなくて、役者にフォーカスするべきですよね。役者をやるんだったら。そう。だからなんか結構、その、自分がどうのこうのっていう人が多いので、いや、自分はそうでも、こっちのネット上の自分は変えればいいだけじゃないですか。ね。わかります。なんか、ナインティナインの岡村さんも、普段は全然喋らないらしいんですよ。さんまさんはね、普段からめちゃめちゃ喋るタイプみたいなんですけど、岡村さんは全然喋らないタイプだらしいですね。だけど、テレビに出ると喋るじゃないですか。で、僕もそうなんですよ。僕も、カメラが回ってないとか、ほんと喋んないですからね。いや、マジで喋んないですよ。うん。さんまさんじゃないです。僕は。カメラ回ってない時は、もう、超つまんない男です。すいません。多分。だって喋んないからね。喋んないですよ。だからカメラ回ってるから喋るで。たまにカメラ回ってても喋らない時、動画もあるんですけどね。ただ寝てるだけの動画もあるんですけど。なんかその切り分けられる、分離して考えるっていうなんかセットがあるといいですね。自分じゃないよと。だそう、しかもそっちの方が楽なんで。めちゃくちゃ楽。だ例えばなんだろうな。まあ、これ役者になってないんでわかんないですけど、例えばその役を演じるじゃないですか。で、その役をディスられたとしても自分じゃないので、役を演じ、自分じゃないじゃないですか。だからその、役の演じ方がダメだよって言われたらちょっと来るかもしれないけど、その役に対して例えばなんだろうな、まあ、僕逆境怪獣っては好きなんですけど、その怪獣の映画もあるんですよ。怪獣の映画もあって、で、その怪獣が嫌いっていう歌に。わかります?中にはそういう人もいると思うんですよ。このキャラが嫌いっていう。でもそれ自分否定されてないじゃん。キャラが否定されてるだけであって、自分は否定されてないわけじゃないですか、それは。ただその役が下手だよとかはちょっと来るかもしれないですけど、キャラが嫌いっていうのは自分じゃないので。ね、そうキャラだって。だそうすると結構ね、楽です。自分じゃないんで。キャラクターですから。これ結構ね、その、難しいですよ。考え方としては難しいけど、こう本当分離して考えていくっていうのがあると、生きやすいし、やりやすいですね。だから僕もいっぱいいろんな動画アップロードできるのは、もう結構もう分離してるので。YouTube 上で出てる僕は僕じゃないっていう、結構もう分離してるので。だから結構ぶっ飛べるんですよ。だって自分じゃないんで、YouTube 上に出てる。だって、この動画を見てるあなた、動画でしか僕のこと見てないでしょ?どうですか?てか一生僕の鹿児島とか来たりとかね、僕に会いに来なければ、素の僕は見れないんですよ、一生。一生動画の僕なんですよ。だから一生そのキャラ、僕のプロデュースしたキャラクターの下か見てないでしょ。うん。終了です。本当にその僕を知りたいんだったら会いに来ることですけど、まあ、来ないでしょ、鹿児島まで。本当喋んないからね、大した。うん。ただそのビジネスの話は、モードがあるので、ビジネスの話は全然できますよ、ずっと。だからプライベートの話はほぼしないですね。しない。なんかプライベートつまんないんで、僕。だってプライベート僕ドライブして、ドライブ、無言でドライブするのが好きだから、そもそも。そもそも僕が好きなこと、無言でドライブすることが好きなんで。まあいいや。まあということで、よかったらね、搾乳機入門講座見てみてはいかがでしょうか。違う目線で。いやー、うまい。もう、すごい。多分1000万回ぐらいもしかしたら回るかもしれないですよ。バズって。あれ、すごいです。今まで多分あんまなかったんじゃないかな。
あの切り口は。まあ、あと YouTube のその仕組み上の部分もあったと思いますけどね。ただ、どこまで OK か、まあまあまあ、今のところ動画はバンされてませんので。だからその性教育とかね、そういうその教育だったらまた変わるわけじゃないですか。アダルトと性教育って全然違うじゃないですか。だけど似てる寄ったりもあるし。で、もっと言うならば、このね、昔からこう有名な、これ知ってる人はマジ2だと思うんですけど、そのもう、まあ、アダルトなんだけど、もうスローセックスみたいな。スローセックスっていうのを解いて、まあ、コンテンツビジネス、昔からずっとやってる人がいるんですよ。メルマガとかやって、コンテンツ売ったりとか、講座売ってるんですよ。セックスのやり方ね。アダム・徳永です。これ YouTube もやってますから、アダム・徳永さん。これ昔からいる人でもうめちゃめちゃ稼いでますよ、アダム・徳永さん。アダム・徳永の稼ぎはやばい。しかもその、リアル講座もあるんですよ。どうやって女性を、このオーガズムをどう覚醒させるかとか、その、リアル実践、しかも高いんですよ。で、あと DVD とかそのコンテンツ販売もしてるんですけど、アダム徳永さんはね、有名だね。もう昔から多分何十年もやってんじゃないですか、ずーっと。ずーっとやってますよ。コンテンツビジネス。だからアダム徳永さんはね、すごい。すごい。あれはやっぱね、ずーっとやっぱ同じことやってるっすね。すごいなって。YouTube もやってたし、あ、YouTube やってんだ、みたいな。ずーっとやってますよ。アダム徳永。まあ、知る人ぞ知る有名な人で、めちゃめちゃ稼いでます。めちゃくちゃ。アダム徳永さんやばいっすね。めちゃくちゃ稼いでる。しかもね、やっぱね、アダルトはね、消えないしね。もう人間のその、細胞レベルじゃないですか、もはや。だからその細胞レベルコンテンツって強いですよね。だからその搾乳機もそうじゃないですか。搾乳機にももう細胞レベルのエロ細胞があるわけじゃないですか。エロ細胞あるじゃないですか。エロ細胞なかったら子供生まれんからね。そう。まあまあまあ。何の話でしたっけ。まあいや、ちょっとまとまりがないですけど。まあ考え方が大事だ。だから、なんだろうな、その、プロデュース考えるっていう、ここの枠組みが大事だよっていうお話でまとめていいですか。自分をプロデュースしてみてください。大事です。はい。では。